この春、東北の大学で初となる女子硬式野球部を創部した仙台大学。記念すべき1期生の輪の中心にいたのが、野球部スタッフの奇妙桜子さんです。高校時代は自らも野球部員でしたが、仙台大では映像やデータを解析して選手を支える、いわゆるアナリストとしてチームをサポートしています。練習中はだいたいバッティング映像を撮ったりとかして、ソフトを使って映像を細かく区切ってとかっていうのをいろいろと試行錯誤している状態です。自分は外の外角が打てないというか苦手なので、最近はそれを意識してで立ち位置とバットがどこで当たっているのかとか見てます。ありがたいありがたいです。アドバイスすぐできる環境が、まあ、学生間でできるっていうのは非常に魅力かなと思います。まあ、彼女もそれを求めてやってると思いますね、はい、そこを何ですか、言語化できていけたらなっていうのは思ってます。不調に入った時とか、そういう言葉っていうのがあれば少しは楽に上がっていけるのかなっていうのはありますね。そんな彼女にさらなる変化がありました。今月仙台で行われた東北女子リーグ戦に挑んだ仙台大学、ベンチに真新しいユニフォーム姿の奇妙さんが登場。聞くと自らスタッフと選手の兼務を希望し、仲間にも受け入れられたとのこと。今までの仕事も兼任でやるかって感じ。もっとコミュニケーションを増やしていけたらなと思います。裏方と選手の兼任に試合前から慌ただしく動き回る奇妙さん、サポート業務もこなしながら選手としての出番を待ちました。この日の相手は高校日本一に輝くなど勢いに乗っているクラーク仙台。大きくリードを許す展開となった仙台大でしたが、ランナーを出し反撃のチャンスで指名打者として奇妙さんが登場。高校時代以来の打席です。ゴロに打ち取られ、チームも完封負けという悔しい結果となりましたが、大好きな野球で決めた新たな挑戦、笑顔とともに夢がさらに広がりました。この自分たちが作っていくのが、その次の世代にも伝わっていくのかなっていうのは少しあるので、やっぱり勝つと楽しいっていうのはみんな忘れないでほしくて、そのために自分ができることを精一杯サポートして、まずは一生を目指して頑張ります。うん。